下アングルすぎるな、ちょっと。ショールームしようと思ってお話ししたくなったのでゲリラです。配信してます。ちょっとだけ。こんばんは。あ、もう豆届いたんですね。豆が届いたみたいで。そう、昨日は生誕祭ありがとうございました。今日ショールームできなかったので昨日はね。なので今日素敵な生誕祭を開いていただいてありがとうございました。すごい楽しくて本当に幸せな時間になりました。嬉しい。青一面の景色綺麗でしたよ。M の練習中、そうです、 M 公演の練習をね、ずっとしてました。あれですね、昨日のちょっと残念だなっていうか、まだまだ足りないなっていう自分のポイントがと見えてるんですけど、そうそう、だから後ろやからノーレスやったわとか思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですよ。でもね、ちゃんと見えてますんで、こちらは見えてますんで、そう、いっぱい送ってるつもりだけど、やっぱり届いてなかったでもあれですよね。けどね、本当に見えてたんで、全員見えてましたよ。なので、そう、なんかギフトがすごい来てた。ごめんなさい、ちょっと読みます。じゃん、ハートさんありがとうございます。名古屋さんいっぱいありがとうございます。アンリさんハートいっぱいありがとうございます。メガネさんありがとうございます。ふっちゃんさんもいっぱいありがとうございます。花火ありがとう。昨日の写真、みちゃぴのうちはそう持ってたんです、うん、諦めてるので大丈夫です。諦めないでください。諦めないでどんな時も、そうですよ、だから見えてるからね。本当にともひこさんありがとうございます。たまやだからね、そう、本当はね、革新的なそのあれレッスンがねできたらいいんですけど、そうだからもうみんな自分やと思っててください。後ろの方にいる時は絶対にね、8割そうなんで。どこにいても見つけてくれるよ。見つけますよ。こやんやろと思いながら、みんな見てるからね、本当に。そうよ。油断して別のメンバー見た。あ、それもわかりますよ、私。飛行機雲とかね、サラサビとか結構見てるんで。見てますから、そうです。そしてね、9月1日皆さんもう来てくださいますか。応募が始まっております。コイトツ公演にね出演させていただきます。嬉しい。 M 嬉しい。そうですね。申し込んでますん。おお、そう、念願ですよ。M ポーズ。ぜひお越しください皆さん。初 M です。イエーイ。
そう、ちひさん出ないんですよ。そうなんです。めっちゃこれ下アングルすぎて、ちょっとあれですね、もうちょっと詰みたい。そうですよ。そうなんです。今日はね、レコーディングとかあったんですけど、私はそう、ちひさんとね、かき氷を食べに行きました。おこちっしーしてきましたよ。全然ね、2ヶ月、それは言い過ぎ。1ヶ月ぐらい、そう、会えてなかったのでね。そんなことないか。なかったので、ちょっと久々で、めっちゃね。中島よしーさん、ありがとうございます。パワーありがとう。花火つつ、そう、デート。楽しかったです。めっちゃずっとね、かき氷行きましょうって言ってたんで、そうそう、嬉しい。昨日ね、生誕祭で手紙を書いてくださってて、そう、もう家宝にします。そうなんです。何味、私が抹茶、白玉、栗、小豆みたいなやつで、ちひさんがなんか梅シロップみたいな味です。ダンさん、花火ありがとうございます。そう、家宝です。本当にいちごミルクと抹茶、それはアマゾン川ですね。そう、めっちゃね、チャージされました。でも本当に話したいことがたまりすぎてて、そう、一番なんていうやろ、話せないから本当に、だから話せる人がね、ちひさんしかいないので、そう、めっちゃね、親身になって聞いてくださって、そう、幸せな時間でした。そう、アマゾン川の写真みたいです。載せるかもしれないです。え、けど混ざってる時あるかな、わかんないけど。あ、そう、ちひさんもね、今日舞台のとかあったりとかして、あんまりそう時間がね合わなかったんですけど、ちょっとだけ1時間ぐらいだけ行ってきました。そうなんです。トラホー、よっしゃー。木浪選手がね、満塁ホームラン打ったみたいで、そうそう、めちゃめちゃ乙女な私服、ほんまにスケスケでしたよ今日は。シースルー系の服、長袖の。そう、直接お手紙のお礼も言いました。嬉しかったですって言いました。でも、ね、弥生情報なんですけど、これ弥生がね、スタッフさんからその生誕の手紙をね、ちひさんにお願いしてるところをこう見てたらしいんですよ、弥生が。でね、喜んでたっていうのを聞いて、そう、私も喜ぶっていう。連動してね、連鎖してます。そうらしい。弥生やるやん。弥生めっちゃね、ナイス、無理、嬉しかったです。そう、全然ね、あれなんですけど、そう。そうそうそう、なんかちひー。スパイの弥生が仕事をしました。そうなんですよ。こんばんは。
8月のね28日も公演に出させていただくので、ぜひお越しくださいませ。アーカイブまだ見てないんですよ、私も。一番ね抜かれてる日なので見たいと思います。とりあえず落ち着いたら今しなきゃいけないことが、本当に今日はちょっと眠すぎて頭が回ってないんですけど、そうスピーチ去年よりめっちゃ成長してた。ほんまによかった。前日に考えました。じゃあ、うん、一昨日に考えてて、それを前日の夜中に文章にしてちょっと、ね、読みました。昨日は全然寝れんかった。それな、寝なかった。アーカイブって何日ぐらい見る？1ヶ月かな、多分1ヶ月ぐらいじゃない。だんだんね見れなくなっていくので、皆さんもうね1日に3回ぐらい見てください。6時間も見ることになっちゃうね。たくさん食べてたくさん寝て、うん、本当に今日はエビチリを食べました。エビね本当にハマってるんですよ最近。あのポップコーンシュリンプとかエビフィレオとか、マクドに行ったらね食べちゃうんですよ。エビフィレオ最近食べちゃう。ジェイソンさん、ハートいっぱいありがとうございます。カメコの麦田さん、花火ありがとうございます。1ヶ月後の前日、そうなんや。見てね。エビ本当にねやばい、美味しすぎてハマる。うん。エビ食べてね。まあ、枯渇して。甲殻類、あ確かに。でもどうやろう。貝とか苦手。そう。甲殻、貝って甲殻類ですか？違うか。あのエビじゃない。カニはいけますでも。そう。毎日食べるのは良くない？そうなんや。あかんのかな？アレルギーとか？どんな食べ方？私甘エビが無理で、ちょっと甘エビがなんか臭みがあって無理なんですけど、お寿司屋さんでは甘エビじゃなくて普通のエビだったら食べれます。そう。うんうん。エビ天をオーロラソース、わかる？オーロラソースで食べたら本当に美味しい。めっちゃわかる。貝は違う？そうなんや。エビフライ、エビグラタン、エビカレー、おお、エビ尽くし。そばとエビでマコカツね、して。そば、そばね、本当にね売ってないの、コンビニとかで。うどんばっかり、あったかいの。あと2分、待って、やばい。ちょっとランキングをね、なる早で読みたいと思います。13位、夏の大三角形さん、ありがとうございます。12位、そらさん、ありがとうございます。11位ひじきさん、ありがとうございます。10位トミーさん、ありがとうございます。9位ジェイソンさん、ありがとうございます。8位シロちゃんさん、ありがとうございます。7位チョコナさん、ありがとうございます。6位カルちゃんさん、ありがとうございます。5位フッちゃんさん、ありがとうございます。4位あれ変わった、5位カメコの麦田さん、ありがとうございます。4位ダンさん、ありがとうございます。3位名古屋さん、ありがとうございます。2位ともひこさん、ありがとうございます。1位中島よしさん、ありがとうございます。今ね、若田からあのツイッターのタグ付けが来ました。一緒にね練習、一緒にじゃないけど同じところで練習したので、夜遅くまで、ね、残ってたので、そう明日アットジャムやろうし、そうそう、なのでちょっとねコンビニ行った時にちょっとアイスをね買って、ちょっと多めに買っちゃってあげただけなんで、別に私がお金持ちとか言うわけじゃないので、そう今日はね寝ます、いっぱい。皆さんもね寝てください。土曜日関係ないけど、この公演頑張ります。バイバイ。また配って、そんな配り屋じゃないよ。違うよ。